プロ野球セリーグ巨人、阪神、14日、東京ドーム、パリゴリンのスケートボード女子ストリートで金メダルを獲得した14歳の吉沢恋。ここ、選手が巨人対阪神戦の試合前に行われたセレモニアルピッチに登場しました。スケートボードを手に、笑顔で登場した吉沢選手。背番号は誕生日が9月22日ということで、22、 ここ、というセネームが書かれた巨人のユニフォームを着用し登場しました。試合前の練習では、内海哲也投手コーチに、フォームとか、足を上げた時にどのような体勢なのかとかというのを教えてもらいました。という吉澤選手。本番では大きく左脚を上げるダイナミックなフォーム。投じたボールは、右へ逸れてしまいましたが、 吉澤選手は笑顔で観客に手を振り、選手たちも笑顔で拍手を送りました。始球式後には結構緊張していたみたいで、思ったよりはボール投げられなかったんですけど、すごく楽しかったです、と振り返りました。その吉澤選手ですが、9月20日から千葉幕張メッセで開催される、XGames 千葉2024に出場する予定です。